はい、どうも、こてつです。本日は2023年8月6日、広島に原爆が投下されて78年目となりますけども、神奈川県の横須賀市に今日はやってまいりました。2年前ぐらいに僕もね、一度ね、来てるんですけども、戦争にね、関わるものが残っておりますので、簡単になるべくわかりやすく解説していきたいと思います。このチャンネルはですね、戦争を通じて命の大切さや平和の大切さを伝えていきます。応援していただける方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、行きましょう。こちらがですね、横須賀中央駅の前になりますけども、ここからですね、歩いて10分ぐらいですね、こっちのですね、階段を降りていって、方向的にあっちなんですよね。なので、今からね、そちらの方行きたいと思います。小滝方面ですね。行きましょう。なんか懐かしいです。ここをね、歩いた記憶ありますね。ここをね、右に曲がっていいと思うんですよね。揚げ物マフィアって書いてあるんですかね。なんかいいですね。大衆酒場。こういうところで昼飲みしたいですね。2階で酒飲みしましょうって。ああ、いいっすね。ということで、やってまいりました。こちら、戦艦三笠となります。めちゃくちゃでかいですね。明治時代にですね、イギリスで建造され、日露戦争で大活躍した船となりますけども、いや、ほんとめちゃくちゃでかいですね。久しぶりに見ましたけど、こんなでかかったっていうくらいでかいですね。こちらがですね、三笠の戦闘ですけども、菊の紋章がありますけども、三笠はですね、天皇がお住まいの皇居に対して、まあ、正面をね、向いているということでね、あちらが方面的には皇居の方となります。すごいですよね。東郷平八郎司令長官となります。後ろのね、三笠に乗られて、まあ責任者としてですね、日露戦争の勝利に導いたという、そういう方です。こちらでですね、チケットを購入すればですね、三笠の中に入ってね、見学できるということなので、前回僕もね、行けてないんで、早速購入して中行きたいと思います。三笠入場券です。ちょっと時期によって見れる時間帯が変わってますね。大人1枚。ですね。600円で買えます。チケットを買いましたので、中ですね、行きたいと思います。めちゃくちゃ楽しいですね。本当にでかいんですよ。当時これで戦ってたと思うので、本当なんか、やっぱすごいなと思いますよ。めちゃくちゃ感動しますけど、ちょっとじゃあ、中行きましょう。まずはね、下から、ちょっと行ってみたいと思います。わー、いいね。下は資料館のような感じですごく展示のものが多いですけども、こういう感じでね、順路とかもね、本当はご丁寧に書いていただいてるんですけども、ありがたいですね。これですよ。戦艦三笠の模型。すごいなぁ。でかいですね。本当にでかいんですよ。この先にはですね、このようにお部屋があるので、お部屋のね、ちょっと紹介をしていきたいと思います。うわぁ。ね、すごいわ。楽しい。これが1905年ですね。の2月に広島県の呉に泊まってた時の三笠らしいです。いやぁ、すごいですね。すごいです。この方が東郷平八郎司令長官ですね。こちらが士官室となる部屋です。兵の指揮を取っていたリーダーの方々がここで会議をしていた場所です。すごい。結構思った以上に広いですね。こちらでね、東郷司令長官が部下とですね、会議を行っていた場所です。すごい。こちらにですね、書いてあるんですけども、ここにはですね、東郷司令長官の髪の毛が安置されているということでね、このように書いてありますけども、こちらがですね、長官室となる場所で、統合司令長官がですね、こちらで執務、お仕事をですね、していた場所となります。船の一番後ろの方、一番後ろの方というか、本当に一番後ろですね。ここでお仕事されてたんですね。こちらにはですね、明治天皇のお写真、御神影とかっていうんですけども、明治天皇のお写真があったりですね、昭和天皇と皇后様がですね、ご来館されたということでね、この三笠にもね、来られたということですね。こちらが艦長公室となります。船の船長がここで執務、お仕事されたり、来客を迎えていた場所となります。船長にはお風呂などもあったみたいで、ここにありますけどね。すごいですね。トイレもありますけど、こういう感じでね、当時お風呂を入られたんですね。こことかにですね、それこそ食器とか流しなんで、まあ、当時はこういうところでね、お食事作ってたんでしょうね。すごいですね。ほら、ワインのグラスとかもあって、やっぱりワイン飲まれてたんですかね、皆さん。こちらが東郷司令長官が寝ていたお部屋となりますけども。やっぱり違いますね。もうなんか、違いますね。こちらね、寝る場所なんですけども、ここをね、もうすぐね、扉がこちらにあるんですけども、部下とね、会議をしたりするお部屋につながっています。こちらの階段はですね、司令長官専用の階段だった。そうですね。今はね、こう出口階段ということでね、こう上、ここにから上上がれるんですけど、ちょっと行きましょうか。すっげえ急に雨降ってるんですけど、さっきまでめちゃくちゃ天気良かったね。これ多分まあ一時的な雨だったと思うんですけど、
めちゃくちゃ降ってる。うわ、ちょっと待機っすわ。こちらの場所なんですけども、ここ俺無線室なんですけども、日露戦争の時にロシアの船を見つけたと報告を受けて、ここからですね、統合司令長官に無線を送った場所なんですよね。ロシアの船が来ました。見つけました。その見つけたという合図をここで受け取りました。ここから統合司令長官にロシアの船が見つかりましたと、まあそういう送られたという場所ですね。こちらではですね、ペリーの来航、幕末のペリーの来航から日露戦争までについて資料がね、残されているというか書かれているんですけども、このペリーの来航からですね、幕末、そして明治維新に変わっていくまでに、こちらにですね、日清戦争など書いてるんですけども、どんな時代だったかっていうとですね、簡単に言ったらずっと戦争やってますね。こうやってね、ありがたいことに動画でもね、解説していただけてますね。当時のお写真が残っております。大砲の訓練だと思うんですけども、柔道やったりなので、残されてますね。すごいですね。ハンモックとかでね、寝られたりとか、本当にこういう感じでね、皆さん生活されてましたね。甲板掃除とかですね、お船の掃除ですね。はぁ、すごいですね。いや、良かったです。バッチリ晴れてくれましたね。天気戻りました。こちらの方から回っていきたいと思います。いや、めちゃくちゃかっこいいな、本当に。行きましょう。結構登ってます。さっきの雨は何だったんだろうっていうぐらい。わ、めちゃくちゃいいですね。天気もいいので、めちゃくちゃ気持ちいいですね。あちらがですね、猿島ですね。僕2年前から行ってるんですけどね、あれもね、猿島って昔、要塞の場所が、要塞ですね。結構階段も急ですね。気をつけないと。特に雨降った後なんでね。このようにですね、船の上を歩いてるだけでもめちゃくちゃテンション上がります。いいですね。またちょっとね、上の方まで上がってきましたけど、じゃあちょっと、上上がっていきたいと思います。ということで、上がってまいりました。一番上ですね。こちらでですね、統合司令長官もですね、戦闘の指揮を取られてたという場所ですね。いや、すごいですね。あそこがね、今、目の前にあるのが戦闘ですけども、いやー、こうやってね、表に出てね、戦闘の指揮を取られたと思うと、いや、すごいですね。本当に、ね、大砲の弾一発でも当たったら、本当にね、やられてしまいますけども。いや、すごいですね。教科書とかね、にも載ってるかなと思いますけども、この場所なんですね。あー、すごいなー。あの旗見えますかね。あれがですね、Z キーですね。統合司令長官が、この旗に、広告の後輩、この一線にあり。各員一層奮励努力せろというね、メッセージを送りました。最後の奮闘のようなね、意味が込められておりますけども。ここからね、大砲をね、撃っていった場所ですけども、大砲にはね、10名の方がね、配置されていたみたいなんですけども、この方が大砲の指示をする人、一番偉い方。この方が狙いを定める方ですね。で、この方が大砲を込める方。あとの2人が大砲を準備すると。いう感じですね。すごいですね。このような感じで大砲を撃たれていたと。見てください。これ8センチ砲ですね。直径が8センチの弾の大砲です。すごいなぁ。これね、動かしていいんですよ。これで相手に見分けてするわけですね。撃てーって。でも逆に言ったら相手からもこうやって来るわけですからね。うわ、テンション上がりますね。本当に。わ、来たー。これ前ですね。船の先頭ですけども。うわ、出ましたねー。こちらが。30センチ四方となります。いや、めちゃくちゃでかいですね。弾のね、直径が30センチという感じですね。射程距離はだいたい10キロぐらいは飛ばせたみたいですけどね。すごいですよね。今、三笠終わりましたけども、ちょうどお昼時ということでね、まあ、ランチまでは行かないんですけど、ちょっと軽食でいいかなと思ってるんで、そちらにね、コンビニがあったので、ちょっと今回はコンビニでご飯をちょっと買いたいと思います。いいですね。なんか、いろんなお店、飲み屋さんみたいな感じかな。いっぱいなんかありそうで、いいですね。気になるお店もいくつかありますけど、とりあえずコンビニ行きたいと思います。今公園にやってまいりました。三笠良かったですね。今日ちょっとなんかね、さっきから天気がね、ちょっと崩れ気味なんですけども、今日はね、すぐまた行きたい場所があるので、軽食で行きたいと思います。戦利品お見せしましょう。まずこちらですね、スーパードライ。久しぶりに発泡じゃないスーパードライを買ってしまいました。いやー嬉しいですね。ほっとくあんこ。これいただき物ですね。ちょっとね、こちらのチーズ香るソーセージマフィンもね、ちょっといただき物ですけども、こちら戦利品でね、こちらちょっといただきたいと思います。いただきたいと思ったんですけど、また雨降ってきましたね。雨降ってきましたけど、ビールもキンキン冷えたので開けたいと思います。ちょっと待って。結構降ってきた。一回退散します。このような感じでね、めちゃくちゃ土砂降りなんですよ。降ったり止んだりですね。残されたビール君たち。
飲みたい、食べたい。雨は一応やみましたけど、またなんかね、ちょっと怖いから、ちょっとすぐに行きたいと思います。濡れたビール、開けましょう。いただきます。乾杯。あー、うめえ。ちょっとぬるくなっちゃったけど、ビールはビール、うまい。ソーセージエッグマフィン、いただきます。まずビールですね。最高に美味しいです。こういう暑い日にやっぱ飲むビールは最高にうまいですね。で、こちらですね。温めた方が美味しいんでしょうけど、このままでもめちゃくちゃうまいですね。お次はこちら、ホットック。あんこ入り。和菓子っぽいような洋菓子っぽいような感じですね。ちょっとね、取れてなかったんですけど、中、あんこです。わかります?めちゃくちゃ良くないですか?もちもちなんですよ。これ弾力あるんですよね。わかります?うわー、すごい。いただきたいと思います。ああ、飲み切りました。あんこがね、甘くて美味しいですね。そしてこの生地がね、もちもちしてますね。すべてね、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。もう一箇所ね、行きたい場所あるので、天気も心配なので、早速行きたいと思います。ちなみにですね、横須賀中央駅の近くにはですね、このように横須賀海軍カレーのお店もあります。今日はですね、日曜日でお昼時ということもあってね、結構混んでいる感じですね。匂いもね、カレーの匂いしますよ。1階がね、まあお土産コーナーみたいな感じで、2階で食事をいただけるような感じなんですけども、こういう感じでね、カレーをいただけるということでね、今でもまたすごいいい匂いしますよ。こっちがね、横須賀中央駅なので、歩いて次の目的地に、ね、行きたいと思います。横須賀中央駅。戻ってまいりました。こちらがですね、もう少し移動していきたいと思います。今13時なんで、この、13時に来るやつに乗りたいんですけど、もしかしたら乗れなかったら7分ですね。これに乗っていきたいと思います。あっちですね。行きましょう。ちょうど電車が来ていただきました。ああ、よかった。これの電車に乗りたかったんでね。じゃあこちらに乗っていきたいと思います。到着しました。京急栗浜駅ですね。あっという間でした。今、バスターミナルの目の前にいるんですけども、バスに乗って移動したいと思います。ちょっとね、バスをね、探したいと思います。こちらですね。今日は土曜日で、千代ヶ崎行き13時50分じゃないと来ないっていう。で、今ですね、時間が、13時20分ということで、あと30分くらい待たないと、まさかの来ないっていう。面白いものを発見しました。黒船中通りと書いておりますね。ここはね、確かにあの黒船のね、フェリーがね、黒船で来航したあの裏側から近いんですよね。時間もあるということなので、ちょっと中を覗いてみましょうか。商店街みたいな感じですかね。あ、でも屋根があっていいですね。涼しい。中は一応商店街みたいな感じではありますけど、結構お店が閉まっちゃって、やってますかね。やってないわけではなさそうなんですけど、もしかしたら朝一番とかそういう感じですかね。焼き鳥屋さんも近くにあってすごくいい匂いしますね。ニュータンタンメン本店横須賀栗浜さん、美味しそうですね。タンタンメンも非常に美味しそう。どこだ、めちゃくちゃラーメンのにいい匂いするぞ。あ、これか。めちゃくちゃなんかラーメンのいい匂いすると思ったらこちらでしたね。マルゲンさんかな。マルゲンさんのラーメン。うわ、美味しそう。こちらにもね、ラーメン屋さんありますね。ここね、一番人気。うまそうですね。食べることね、めちゃくちゃ大好きなんでね、こう見てるだけでも楽しいですね。うわ、うまそう。餃子とかってもう最高でしょ。輝いてるね、ビール。うまそう。トイレをね、済ませていたらバスが来ました。こちらのバスになりますので、ここに乗ってね、向かいたいと思います。よし、行きましょう。ということで、バスから降りました。東明道入り口というところですね。バス停の目の前はこんな感じでね、目の前のあの木みたいの木だと思うんですけども、なんか南国になりそうな感じですよね。このバス停からだと、方向的にはですね、こっち側になるそうなので、こっち側ね、歩いていきたいと思います。ちょっと僕は方向音痴なんでね、ちょっと間違えてたら嫌だなと思ってるんですけども、今ですね、方向音痴だから間違えるの嫌だなと思った矢先にですね、案の定間違えてました。こっち、今バス停ですね。あっち側みたいですね、方向的に。なんであっち側行きたいと思います。ああ、いいですね。気持ちがいいです。こっち側ですね、見てください。このような感じでね、緑です。もうなんかですね、先ほどと全然違くてですね、人が歩いておりません。
今こちらですね、歩いてきまして、千代ヶ崎砲台跡までやってまいりました。途中まで登ってきましたけど、ここにね駐車場ということで土日だけね開放されてるみたいですね。結構ですね登ってきました。300メートルか400メートルぐらいですかね、坂を登ってるんですけども、うん、もう少しってことでね、もうすぐ頑張ってって書いてますね。こんな感じです。結構ね、あの運動はね日々してますけどね、結構あの暑さでねやられてますね。さあ行きましょう。ただね楽しみですね。坂道歩いてきましたけど結構ハードですね。でこの道自体がですね、唯一当時から使われてた道で、まあ、ここの道を使ってこの千代ヶ崎にね入ってたっていう、場所ですね。ここからはね車両はね通行止めみたいな感じですね。おー、でもなんかあ、もうそれっぽくなってきましたね。こちらがですね、千代ヶ崎砲台跡となります。明治時代にですね、日本軍が東京湾をね守るために作られた要塞となります。こちらにね大砲もね当時はあったんですけども、見学していきましょう。こちらはですね2021年の10月からですね土日祝日限定で、こう予約せずにね無料で見学できるようになったんですよね。ではね早速中入っていきましょう。あー楽しみですね。ここがね唯一の門ということで、ここでしか出入りがねできなかった場所です。まあ柵門とかって言うんですけどもね、ここからだけですよ。いいですね。これ土塁って言ってですね、土をね山のように乗せて、そしてね敵の侵入を防いだっていうやつですね。すごいですよね。こうやって見ると結構大きいですよ。いいですね。そしてもう行き先があっちなので行きましょう。またですね雨が降ってきました。ただですね雨降ってですぐ止むんで、またちょっとね待ってね撮影したいと思いますけども、いや雰囲気いいですよ。雨の方ねまたやりましたけど、今このようにね手前にトンネルがあって、トンネルがない、トンネルがあって、トンネルがないみたいな道だと思うんですけども、これをね類道とかって言うんですけども、その横にはですねいろんな施設があるんですけども、この部屋がですね兵士の方が食事とか休憩したりとかですね、倉庫としてもねこう使われていた場所ですね。こちらが貯水場ですね。雨の水とかを貯めて、もうそこできれいにして生活用の水と使っていた場所ですね。すごいですよね。さあ行きましょう。どんどん歩いていきましょう。先ほどね兵士の方が食事したり休憩したり、倉庫として使っていた場所がありますよって伝えたと思うんですけども、もうね何個もね結構あります。こちらもまさにそうですね。中はこのようになっておりますね。本当に倉庫っていう感じの場所ですね。こちらがですね交通路となっていまして、大砲にね続く道となっております。行ってみましょう。もともとここが弾薬庫だったみたいですね。わあすごいですね。ここに穴が下と上にあると思うんですけども、ここから大砲を上に送っていたそうですね。弾薬庫にはですね火をね持ち込むことができなかったので、このようにライトを使って明かりを灯していました。上に登っていきましょう。上がってまいりました。下の弾を保管していた場所から送られてきた大砲の弾を大砲までね送る場所ですね。さっきのがだからこの穴ですよね。こちらがですね大砲が元々あった場所になります。すごいですね。高さはねだいたい6メートルぐらいですね。敵からね見えない場所にあるんですよ。でこちらもですね敵の位置が見えないので、地上にね相手のね場所をね確認できる観測地みたいのがあったみたいですね。ただですね終戦まで一度もこちらで大砲を撃たれたことはありませんでした。当時はね通信が発達してなかったんで、電信管って言って ここでやり取りをしていたみたいですね。すごいですよね。あすごい、結構中に続いてますね。こう見ると結構でかいですよね。直径で言ったら5、6メートルぐらいあるんじゃないですか、本当に。もうそれぐらいでかいです。上からはね、このように見えます。先ほどね、地下からね、入り口、あそこから入ってきたと思うんですけども、上からはこのようにね、見ることができます。下からでは見れないということで、ここを使ってね、相手の位置を確認して伝えていた、そんな場所ですね。砲台からですね、徒歩20分ぐらい歩きましたけど、こちらペリー公園に来ました。せっかくということだったので、ちょっとね寄ってみたかった場所だったんですよね。まあ、時間もちょっとあるということで寄ってみたんですけども、今16時ぐらいなんですけども、入館無料でね記念館も見学できるということなので行きたいと思います。こちらですね、ペリー記念館。せっかくなんでちょっと寄ってみたいと思います。ペリーはねもうご存知の方多いかなと思いますけども、幕府にね開国を求めに来ましたね。中にちょっと入ってまいりました。すごいな、こんな感じだったんですね当時。すごいわ、これはびっくりするわ。
ペリー公園、現在地って書かれてると思いますけども、160年前ぐらいにこのようにでかい黒船が来たんですね。2階はこのようになっておりますね。すごい場所だ。本当にここだけですけどね、見応えがある感じがします。本当に当時こんな感じだったんですかね。すごいですね。今のあそこの場所ですからね。こちらが多分ベリーさんですよね。わあ、すごいなー。今ね、ペリー公園の反対側に来ましたけど、まさにここだということですよね。ここでね、4隻の黒船がドーンと来て、ね、200年以上続いた鎖国を終わらせ、動乱の時代に入っていくんですけども、いやー、感動しますね。感動の余韻に浸りたいですけども、もうね、このまま歩いていくと、京急久里浜駅、先ほどの駅に、あと半分ぐらいかな、歩いていけば着きそうなので、このままバスに乗らずに歩いていきたいと思います。頑張ります。ちょっとですね、渋谷まで来ました。ちょっと電車の中で寝てました、だいぶ。さあ、すぐ来ましたね。山手線ですけど。さあ、これに乗って新宿まで行きたいと思います。あっという間ですけどね、行きましょう。新宿駅ですね、到着しました。ちょっと飯食いたいと思うんですけども、空いてたら食べます。バーミヤンに行ってみたいと思います。混んでるかもしれないですね。混んでたらちょっと長男さんかな、ちょっと考えます。バーミヤンですね。すぐ入れました。ああ、いいですね。ビールもありそうなんで、やっぱりまずはビール頼もうかな。グラスビールです。到着しました。ここでグラスビールは初めてかもしれないですね。キリンビール、じゃあいただきたいと思います。やっぱりビールは最高にうまいっすね。速攻でなくなりそうっすけどね。まあでもちょうどいいっすね。やってまいりました。天津飯です。今日はなんかね、これが食べたかったんですよね。めちゃくちゃ輝いてますね、卵。いただきたいと思います。めちゃくちゃうまいっすね。だからこの卵のふわふわ感がね、そしてこの餡がね、めちゃくちゃうまいですね。あっという間の完食でした。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。はい、いかがだったでしょうか。最後ね、新宿でね、エンディングになってしまいましたけども、ミカサ、良かったですね。かっこよかったなと思いました。城ヶ崎の方もですね、本当に楽しかったです。もしね、この動画良かったと思ってくれた方は、高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。コメントもね、すごく励みになりますので、もしよかったらコメントも一言よろしくお願いします。またね。